いいから答えて。そっか。なら、仕方ないね。約束だから、譲ってやるね。ああ、近々説明するよ。とにかく、今まで楽しかった。ありがとう。そんなことないけど、ま、今までとは違うから。じゃあね。私が美穂で、私が真帆。高木さん、ごめんなさい。次のシナリオの資料を読んでいたら、あっという間に時間が過ぎてしまいまして。はい、何して待ってたんですか？卒業の頃ですね。いろいろありましたからね。それが私も忘れてしまいまして。もともと関係者招待ですから、持ってないんですよ。これからお友達に電話して聞こうと思うんです。ちょっと待ってていただけます？それでは、ちょっと失礼します。困ったことになりました。キサラギさん、いえ、主演の子が高熱で倒れてしまったんです。はい、それで公演を中止するわけにはいかないので、私に出てほしいと。事情が事情ですから。もう一人いますよ。実は私、引き受けるのに条件をつけたんです。それが、私にこのような試練を与えたもうたのですか。
私にはもうこの世にとどまる理由が見当たりません。今、私はあなたのもとに。あ、はい。終わったと思ったら気が抜けてしまいました。すみません。あなたが相手役でしたから。このシナリオ、もともとあなたをイメージして書いていましたから。現実と空想は別ですから。でもたまには同じこともありますよ。だって私の場合、理想が現実になりましたから。お慕いしています、私の王子様。